ということで始まりました、もちチャンネルです。さあ、なんかですね、今緊急で動画撮ってるんですけど、藤川天がもう個人チャンネルで大暴れしますみたいなね、もうコメントが常に来るんですよ。一体何のことなんだって言って、で、どうもですね、犬飼ってますよって来てて、え？犬？なんで？そう、だから貧乏設定はどうなったんですかとかって、設定って言ってる時点でもう、あれですけど、そう、だからもうとにかく、松原さんにはね、やめろみたいにね、そういう YouTube の動画上げるのやめろみたいになってたのに、もうガンガン上げてると。一体、どういうことなんですかみたいになってたんで、はい、ちょっと、よくわかんないんですよ。はい、見て。すーげー、なんだこのヘッタクソなサムネは。それで、合宿とか。なんだ、テンズキッチン。ナス嫌いでも食べれるナス料理？どういうこと？うわ、はぁ、やっぱりさ、まあ思った通りなんだけど、ちょっと捨てハゲスタイルというか、ただただみんななんかコメント欄でいろいろ言うっていうので、まあ捨てハゲの場合は高評価もいっぱいあるけど、テンションの場合、高評価がマジでないね。低評価だらけじゃん。ってほら、102コメントがあってるのに、高評価8ですよ。こんなアンバランスなの。ある？もう低評価めっちゃついてるってことでしょ？いや、誰に料理を見せたいのさ、どういう需要でやってるのってか、クライナーじゃん。クライナー飲んでんの？ああ、そういうことか、コメントにもあるけど、そうそう。だって薬飲んでんだったら、クライナーとか飲んじゃダメでしょ？どうしてちっちゃいから、こんくらいならいけると思ってんですか？ダメですよ。本当だ。いや、コメントにあったけど、缶映ってるね。ビールとかの缶のやつも飲んでる。いやいや、ダメですよ。アルコールは飲んじゃいかんですよ。ダメだよ、薬飲んでる時に。俺はまあね、よく体壊しますから、薬は飲むけど、別に家にお酒は全くないですから。そうなの。すげえコメントが荒れてんな。自己採点動画、そうそう、自己採点動画さ、うちのチャンネルより早く上げようとしてたからね。てんちゃんもう本当にさ、で、こっちが、もしのお金をね、払ってあげてるのに、自分を先に出そうとするとかね、さすがだなと思ったけどね。松原さんとね、ちゃんと管理しないと、もう、何でも好き勝手やっちゃいますよって言ったんですけどね。はい。稼げちゃってるからさ、YouTube の収益あるからさ、もうこれどんどん動画上げていくよ。もう、勉強じゃなくて。どうやったら伸びるかを考え出しちゃうから、いろんなのやりますよ、これからもね。はい。たくさん上がっていくと思いますよ、絶対。もう収益で喜んじゃって。そりゃそうだよ。だって工場のバイトしてさ、工場のバイトで長時間つまんない、はぁーってやるよりも、なんだかわけのわかんない動画を撮って、わけのわかんない編集してあげた方がだってお金になっちゃうから。だから今後も上がっていくでしょうね。犬飼ってるっていうのは、これ、ああ、ほんとだ、自己採の動画に犬いる。これ何？犬の種類とこれわかんないからですけど。ほんとだ。お金ない設定どうなったんだ？いや、まあそれは設定でしょ、最初の。リーバイス着てるじゃん。基本的にだってね、これ前動画でも言ったけど、てんちゃんが俺より安い服装で着たことないから、一回も。全部身につけてるもの、基本的に高いからね。僕がかろうじて高いものを着てるとき、それは視聴者からのプレゼントですからね。自分で買うこと絶対ないから。いつもユニクロです。はい、私が買うのは。ユニクロで海外行った時によく買ってたけど、服はもう今円安なんで海外行って服買うこともないので、だいぶ最初の頃から知ってたからさ、あなんだっけ、合格発表か、合格発表の動画、あれ大阪名古屋かやったの、ビッグエコーで撮ったやつだよね、合格発表でね。あん時にも身につけてる、そうさ、だから財布とかさ、服とかさ、で全部ブランドもんでさ、笑っちゃったよね。すげえなと思って。全部ブランドもんで。しかも新品のね、服着ててさ、お金ない設定どこ行っちゃったんやと思いながらね、僕も思いましたけど、まあ、なかなか面白かったでございます。あの時は。でもね、あの時はね、一応はなんか謝罪する体にしなきゃいけないって言われたから。で、合格発表の、ここ受かりました、ここ受かりましたって言って、やっぱこっちが合ってたじゃんって思いながらね、見たんですけど、まあまあまあ、別にそれに対して怒っていることも何もないですし。松原さんとボリテツのメイン収入源とか、そんなわけないでしょ。僕らだってそんな億稼ぐ人間で月1000万とかがさ、入ってくるのに、てんちゃんのなんて松原さんとってだって1万円とかさ、2万円とかじゃない。そんなわけないでしょ。うちだってそんなさ、10万いくかいかないかじゃない。メイン収入なわけないでしょ。難聴になりました。財布は見つかったのか。財布盗まれました。通勤中の自分。ああ、そうそう、これもね、通勤中なのに特急乗ってんじゃねえかよ。どういうことだよ。とかってね、ありましたよね。勉強配信が短い。とても短い。ほぼほぼちゃんと勉強してないじゃん。そう、これね、一個ね、面白い。これメンバーシップで言ったかな、もう。あってさ、勉強しながらやってる時にさ、もうこれわかるよ。こんなの知ってるよって言ってね、言ってたん
のに、うちのね、チャンネルの動画で答えられてなかったじゃないですか、この単語とかって来てるから、まあ、やっぱ時系列バラバラなんで、皆さん見てるのと僕らが実際ね、動いてるのってバラバラなので、そう、ちょっとまあこれもね、ややこしいんだよね。だからデンちゃんの動画と時間がずれちゃうからあれなんだけど、うちの動画でテストされた後にこの勉強動画出てるから、そう、こんなの知ってるよっていうのは僕の、ね、出した問題の中にあったから言ってるんですよ。別にデンちゃんが知ってるよって言ったのに、こっちの、ね、チャンネルのやつに出てるので間違えたわけではありません。馬先の愚痴、そうだよね、バイト先のこと馬先って言うんだよね今ね。馬刺し見て、手羽先見て、勉強動画、バイトでおやらかし、大阪方面へって何ていうか、今日の一日、オープニングエンディング、そう、これいつも思うんだけどさ、オープニングエンディングの音とさ、全然声の大きさが合ってない、声が小さすぎてもう何言ってか分かんないんだよね。でもさ、もしさ音を上げちゃったらさ、エンディングが爆音になっちゃうからね、これが困る。マイク変えっつったんだけどね、これ自分で編集してるのと、ヤッスーがやってたのがあるんだろうね、多分ね。ヤッスー出てこないっすよね、これね、もうね。まあ、揉めたんでしょう。そう、だから言ったんだよ。一番最初の時に言ったの。そもそも、複数の人数でやるのは危険だって言ったんだよ。絶対揉めるからって言って、言ったの。ちゃんとしたなんかね、大人とやるんだったらいいけど、揉めるよって言って、で、しかもすごい収益が入ると思って始めてたから、二人ともね、話聞いた時に、これ絶対揉めると思って、そんな収益入らないから、でそんな収益入らない状況で二人で割るとかなったら、どっちも絶対に、こんだけやったのにって言うんですよ。そんなのもう今までのいろんなグループ系 YouTuber 見ててもそうじゃないですか。そうやって揉めて、ほぼほぼお金のことで揉めてやめてっちゃう。だからほら、スカイピースの裏方がとかさ、じゃないですか。禁断ボーイズがね、とかってみんなあれ、そういうことだからさ。まあそういう風に、まあ今後も揉めていくだろうねって思ってたんですよ。お金が入ってこない、収益が入ってこなきゃ入ってこないで揉めるし、入ってきたらめっちゃ揉めるだろうなって思ってたから、はい、まあまあまあそうなったんでしょう。そしてこのサムネの顔は何なの、雑談とか体調とかですね。まあどっちにしてもやっぱコメント数がすごいんで、ステアゲもやっぱコメントをみんな見に来るっていうのと同じ、てんちゃんのもね、コメントを見に来る。まだうちの動画で出す時もさ、やっぱコメントがもっと来てから見に来ますとかってね、来るからさ。まあ音声ですね、やっぱりマイクつけるべきでしょうね、うん。まあ、よくあることだけどね、 BGM とか効果音を大きくしちゃうっていうのはあるあるなんですよ。 YouTube 始めた人が、まあ、どんな人でもやるよね。まあどっかのねプロに代行を頼まない限りは起こることですけどね。そしてポストもめっちゃするね。今日動画上がりますとか、メンバーシップでも本日動画上がりますとか、すごいな。難聴のステロイド療法が始まりましたとか、食当たりになりましたとか、めっちゃいろんなつぶやいてるな。なるほどね。メンバーシップ今どれぐらいいるんだろう、気になるな。そしてツイッターはこれどうなの？まあ、時々あのさ、来てたりしたんだけどさ、なんかワクチンとかちょっと触れにくいようなものに触れたりしてるな。さらにこれはいい、うん、プレゼント企画のやつとかリツイート、これダメだって。そうしない方がいいか。もうだからいろんなね、詐欺のメッセージとかさ、来たりして、これって本当ですかねとかって来たこともあったんだけどさ、いやいやいや、騙されちゃダメだから伝えたんですけど、その時は。いや、もうすごいな、しかしコメントがもう。めちゃくちゃだな。まあだから、こんな批判してなんとかかんとかみたいに言う人たちはいるんだけど、その批判コメントが養分になるんですよね。つまり、まあ、これは、まあ誹謗中傷みたいにやりすぎはダメですよ。やりすぎはダメだけど、これによって、で天茶が潤っていくというシステムですね、はい。まあ、それが確立してるって感じですね。ただ僕の悪口も言ってるって来てたんでなんだよ森鉄大魔人って、森鉄大先生、森鉄大魔人がねとかって言って、松原さんや森鉄の動画ではすごい静かなのに一人の時はものすごい喋るとか、まあまあ別にいいんですけどね、それ全然構わないですけど、ただそのね、自信がない時でもね、もうちょっと大きい声で喋ってくれればうちの動画としてありがたいです。はい。とっても、ちっちゃすぎて、もう毎回音量調整がとてつもなく大変です。なるほどね。ということでございました。まだ、次回ね、はい。英検トイックの時はね、ちゃんと、大阪取り行くの？動画、それが一番めんどくさいんですけど、はい。まあ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 、どうだったのかね、ちゃんと聞きに行きたいと思いますんで、どんな感じだったのかを聞いていきたいと思います。無鉄大魔人か。別に構わないし、別に仲悪いわけじゃないです。普通に LINE 来るし。はい、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.